ね、ね、インコめんどくせえ、殺せよ。おいおい、だからね、サイコパス、サイコパスって言われんねん。そっか、ごめんなさい。最近言われてない気がするけど。最近言われてないわ。やばかった、あんた昔やばかったよ。雪山人狼とかさ。丸くなったくない、本当に。私はなったなった、丸くなった。そう、本当にね、なんかこいつってやべえやつだと思ったもん、殺された時。もうなんか血を浴びて快感を感じてるような女だって、お前は昔。私丸くなったんだからね。丸くなった、丸くなった。そうだよ、もうそろそろさ、ちょっと有名になってきたからさ。あ、コンプライアンス感じてんの今。そう、コンプライアンス感じてるわけ。昔は許されてたけど。はあ、業界人みたいなこと言い出したわこいつ。今言ったら怒られんだろうなみたいなことを裏では言うけど、うん、表では言わないから。あー、もうファースト敵出たからね、もう。そう、ファースト敵出たからにはもう死ね、殺すぞって言ったらね、もう怒られますから。うん、こんな人だったんだ。星町水星さんってって言われちゃうもん、ね。うわ、信じられないって言われちゃうからね。ステラステラすごい良かったのにって言われちゃう。はい。私はあの言われてたんですわ。あの井の中時代は。うん。カエルさんがマネージャーしてくれてたんだけど。カエルさんね。カエルさん、そう、今はいないんだけど。今はいないね。そう、カエルさんがマネージャーをしてくれてたんだけど、カエルさんに、なんかさ、お前さ、口が悪いのめっちゃ魅力だから、もっと口悪くしていいよって言われて。うん、なんかね、マジで、マジで唯一レベルで褒められたことだったの、それが。すごっ。ペーペーだったから、うん、そうなんですねっつって、それに乗っ取って、うん、もうめちゃくちゃ口を悪くしていたわけ。でもそんな暴力性本当はないから、え、嘘あるかも。褒めてくれたってだけで、ね、増やしたって言うてるだけなんだ。もともと素質あるから、素質ある時点であるから。言われなきゃ私はやってませんからね、そんな。そうかな。で、見てね、小麦。